はいラジオ日経賞ですね、えー、島の1800メートルの G3 のハンデ戦、これね、そうあの世代限定戦、言ったら歳馬しか出れない,、うん、い、その世代限定のハンデ戦って1年間でこのレースしかないんですよね、うん、私、このレースめちゃくちゃ好きだす、ねね、やっぱそういう、<laughs> うん、あのハンデキャッパーが結構思い切ったハンデをつけてくるんで、うん、いやこのレースってね、私結構過去もあのやっぱ大穴、まあまあ取ってます、そういう意味ではね。ねよく大穴ね、うん毎、毎年そういう話を伺ってま,あまあいいですね。 2>, 2年前とかも湘南マグマから撮ってるし、うん普通に、うん。まあ一番倉橋さんがね、あれは x q のやつですね。あの、x q ス,スクリーンヒーロー。ちゃうか、6とかもそうそうそう。そうそうそう。はい、だからもう10年前は、あれあれ3連弾20万通りました。まあまあ、やっぱね、あのー、面白いレースではありますよね。はいまあ、ちょっと今年、トースがあんまおら、ね、いや。 いやハンデやからこそ下か、下の言ったら、あの、あの下級い一緒クラスとかしか買ってない馬とか、一緒クラス、そんな馬とか、バンバンもっと登録せえって話ですけどね。ねえらい、えらいみんな今年は消極的やなと思いますそうですね。うん、で結構、で結構ハンデさあって面白そうですよ、これでうん,なん、そうなんですよ。だからこそ、未勝利買ったばっかりとかでも登録する価値はあるレースそうですね。レースかだから普通、普通はそういうレースって登録増えるべきなんですけどもね。はい、えらい少ないなと思いますね。うん、まずね、 みなでオろ、これね、やっぱ売れますわな、これ、前奏強かった、まあ、まあハンデ、藩では重いですけども。 うん、まあ強度あのこれね強度1008を連勝してるけど何がいいかっていうと前走はスローからのよう挑んで勝って2走、うん、前は結構早いペースで先行してそうなんですよなのでこの1008っていう距離の適正の高さがこの2走だけで分かるっていうのがまず一つそれとあの持続力になっても大丈夫っていうことから重い石はもう大丈夫じゃないかっていうところになりますよね。うん、ただ、はい 雨はやっぱかからんすから、ね、ああそっのやぱ1分よ46秒に46秒ごと46秒台で連勝してることを考えたら雨はない方がいいですよね。福島も雨予報なんですかね。そうですね。福島もやっぱっあのー、もうもうやっぱ同じですね。あのーうん、あのでも福島の方がちょっとあれやな。雨の予報あんまないな。おちょっとましっぽいですかほうほうましですね。福島は、うん、あんま雨降らへんな。 京都の小倉の方が全然じゃん,じゃんうんなるほど福島は今のまま、まあやっぱ怪しいですよ降水。日曜だって降水確率40はあるけど、けど雨マークはないんですよ。うん、なので、意外に量でいける可能性はあるな。沖縄とかも梅雨が明けてるから、なんか南の方が大丈夫なような気になってたけど、小倉はめっちゃ雨マークついてます。うん、毎日ほぼ 雨マークがついてない日が日曜までここらはないんですよ、梅雨降って。けど、福島は意外に雨マークがない日の方が多いですね。へ <laughs> まあまあ、もちろんここからどう天気予報変わるかは見なあかんですけど、でも、福島は意外に量でやれる可能性あります。ほうほうそれやったら、みなでやるやっぱりいいですね。57という判断はもちろん多い重いけど、持続力 OK から小回り OK。で、量やったらと、まあ、言ってもお福島って重い芝居やけど、やっぱ開幕週というのもいいと思いますね。 はい、だこのメ,これメンバー、私、ちょっと見てましたけど、先行はめっちゃ多いです,、ね、すよね、これ。うんうん、これ、まずね、そう、まあ、セットアップ、やっぱね、浅い杯、フューチュリティーステークスでも花切った馬やから、勝手に行くでしょうしね、これもう、なんか、うん、速度の違いというか、<laughs> うんうん、おかえり速そうこれ、うん、ですね、その後ろがどうなるかやな。 今ねし、でもシリウスコルトとか、ね。あとね、うん、いやシリウスコルトはあれやけど、まあ、あのあでもそうね、シリウスコルトだって、そうやね。あの、あの弥生賞と皐月賞でこんなペースで先行してたら、ね、勝手に前に行きそうあとね、名将夜空もね、花希望場なんですよね。ああ、そっか、確かに、うん、これね、これ、怖がりの馬で、まあまあまあ、でも花希望場でも行かれへんけど、まあでもこれもまあ先行はします。うん、はい。 なんか先行で勝ってきたり戦ってきたら多いですよね、確かに全体的に。いや、そうですね。まあ、だから開幕週とはいえ、ね、ちょっと先行馬が多い組み合わせというのは気にはなりますけどね。はい、まあセットアップの話しましたけど、セットアップはね、あのー、1800の距離で持続力を要求される流れというのは合ってますね。札幌での連勝を見ても分かるようにね。うん、まああと、朝い杯だってね、あのー、7着とはいえ、ジャンタル・マンタルから0.5秒差やったら、やっぱ先行力はあるなと。まあやっぱ問題は58のトップ,重トップハンデと。<laughs> <laughs> あ58すごいな、めっちゃ重いな。めちゃくちゃ重いな。<laughs> <laughs> すごいな、これ。僕、間違えたかなと思いました、最初見たとき。58と思って。やっぱそこですね。まああと、やっぱサウジサウジに海外遠征したから、やっぱその帰ってきてからのあの体調面とかどうかっていうのはやっぱりポイントにもなりますよね、はい。 あとまあそうですね、シールス・ホルトね、前走の皐月賞はちょっと大きく負けてしまったけど、でもね、2走前の,あのディープインパクト記念、弥生賞は、これはね、弥生賞、ディープインパクト記念か、これはあのスローペースじゃないんですよ。これはね、この,レ,このベースをレース覚えてますよねあの、本番に近い流れになってると話を私しましたよね。はいはい、なので、うん、コスモキュランダー、あの本番も構走しましたよね、うんあの。それはやっぱりタイトな流れになってたってことで。うん タイトルの流れの 2000m で構想したってことは、1008はもうスタミナ面でかなり優位立てるんですよね。なので、前奏のね皐月賞は崩れましたけど、これは人気しても当然やと思います。これ5 6キロか。なんかね、手ごろって感じはしますけどね。いや、思いますね。あの、コスモキュランダから0.4秒差3着の展開厳しいところで粘っていること考えたら、56は私は恵まれていると思いますね。ショーマンフリートね。 あの新馬戦のね勝ち方考えたら、はい、その後の活躍がえらい遅かったなと思うぐらいなんですけどまあでも前走のね一勝クラスをやっぱしっかりと勝ってまあここでね瞬発力示しましたけどそうやなそこは問題か、うん、あの,、ね、あの新馬戦も中山とはいえあの瞬発力しし示してるんですよね、うん、なのでちょっと そ,のそういった意味であの小回りの重い芝がどうかっていうのは上がりかかる競馬かどうかはちょっとわからないですうん、結構タイトな流れになりそうだし、うん、最初これがいいかなと思ったんですけど54ねちょっと、うん、まあ54軽いないやこれはそうなんですよか54かっ54めっ,ちゃかめっちゃ軽いな <laughs> なよ飛びつきたくなったんですけど、うん、まあよくよく考えるとまあちょっともうちょっと踏みとどまった方がいいかなと思いながらそうやねやっぱちょっと持続力かどうかっていうのはわからんな <laughs>、はい、うん、うん うん、アレグロぶりなんて、1800の距離はねもちろんそのスプリングステークスと3走前、若松賞、これ、まあ、新馬戦、この舞台で勝ってるし、もう明らかに1008は合ってますよね。うん、ただね、やっぱスプリングステークスとかもスローの逃げなんですよね。はいうん、まあ、確かにその前の若松賞が不良馬ばやから、まあ、先行したとはいえ、まあ、確かにスタミナ要求される流れやったから、まあまあ、ハイペースになっても、持つスタミナはあるし、対応できるよって言われたらなるほどというのは思いますが。うん うん、っていうとこですね。まあこれも56やな,、うんな,なまあ。まあちょっとやっぱちょっと重いっすよね。まあまあやっぱ重症で連帯したら、ね、そうですよね。はいうん、ウィン・マキシマムね。うん、1800はちょっと忙しいように見えるけど、でもやっぱりスタミナ面では優位だそうですね。55。これの55はあんま重ないなね。これ別に控えてもいいっすもんね。2>, うん、<laughs> 2番ってとこなのか2列目3列目もんできそうだし。うんはい まあ間違いなく重い芝が合うタイプやから、これは意外に人気ないなと思いますね、すね確かに。1008も別に構想歴あるし、うんうん。オフトレイル、うん、前走ね、そう、うん、ミナデオロの2着やからね、これ半でミナデオロよりも1キロもら,もらってます。はいうん まあ前走1800初めてで、まあ、一応来ましたっていうのは収穫になりましたね、ただまあ、それか、こぶ師匠でも瞬発力見せてるから、これもあれやな、持続力はどうか分からないそう実はなん実は彼氏の方がいいんじゃないか説は、ちょっとあるですよね、<ー>京都阪神みたいなそうやね京都、もしくは小回りもどうかっていう、京都の内回りで認証してるけど、はい、まあでも、やっぱり3走前も前走も瞬発力見せてるっていうのはちょっとありますすねそうなんですよ、ね、アーリントンカップだって瞬発力でね悪くない内容を見せてますからね、そこはポイントだと思います。はい サトノシトラーセ、買いたいですけど、刺し馬で。ああ、なるほど。はい、まあ確かに、その青葉賞でウイマキシマムに先着してますからね。はいうん、ただね、まあウイマキシマムと同様ですけど、やっぱこ,こっちはね、もっと1008忙しいようにる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、うん。やっぱそこがポイントではありますよね。まあ2000メートルで買ってきてるからね、うん、やっと、うん、これこそね、私はミチュアルがあった方がいいんちゃうかなああ、はいはいはいみ、うんみみ。ミチュアルで、まああの、あ 毎日は案外の結果に終わったけど、あの未勝利勝ちがあのみ、ね、5走前、えー、とみあの場で、ねね、0.8秒差の圧勝してるから、18、はい、が忙しいって感じる,や感じるだけに、1割になってほしいなと思です、ねはい分かります。 道の影響出てきたら、結構浮上してもいいんじゃないかと。はいうん、まあ、量でもね、もちろん、その青葉賞でウィンマキシマムに先着してるっていうのは評価はできるんですけど。まあ、重い芝とはいえ、開幕週の千八はちょっと忙しいようにも感じます。はいうん、あと、準ゴールドか。 1800でね,ね,ねあのデビューから連勝してるからその距離はいいと思いますね。まあ、前走のスプリングステークスはちょっと坂井流星騎手にしては私は消極的すぎたなと思います、うんまあ。実際あのスプリングステークスね、流れ、ね、分かると思いますがあれめっちゃスローになりました。はいまあ、実際アレグローブリランテがね花切って花切った馬が34秒3の上がりでまとまってるわけやから、後ろから追ったら厳しいです。中山で33秒台要求されるわけやから、うん、ちょっとね、あのなんか。 えらい後ろから行ってしょうもない競馬で終わったなって私は思ってるんですけど、はい、まああれが力ではないでしょうしうんうんまあだただこれもあれやな緩い流れしか経験ないな,なんかそう勝った時にあんまり相手がという気はするんですけどいやあのまあ確かにデビューからの2連勝は両方ともメンバーめっちゃいます、ね、後藤だけとかですもんね、うん、そう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 ん、という気はするんですけど、ねうん、ちょっとそこはありますね、はいうん まあただ前奏のスプリングステークスで瞬発力あかんような結果に終わったから、それやったら持続力持っておいてくれよとは思いますけど、ね。うんまあ、今回ちょっとジョ調教師もまあ割とマイペースでみたいな、なんかこう自分のペース運べればみたいなこと言ってるんで、ね、ち,ょちょっと積極策っぽい感じですよね。ああ、なるほどね。あ,、はい、あと、山にアドホックとログラール、下の2と、これ2000メートル勝ち組いいですね。まあ、ったスタミナ面で1008で優、はい、位に立てるということ。山にアドホックは、 まあ前走はね、あのー、山藤賞はまあ2000メートルのスローでの逃げ切りやから、ちょっと内容的にはそこまで褒められたものではないですけど、まあ、1008も実際勝ってると。これもね、言ったらあんまり速いペースの競馬て経験ないんですけど、はい、まあでも2000メートル勝ってるから、そのスタミナを生かしてっていうのはちょっと思いますね。2>, うんうん、2走前ね、負けてるけど、これ、ヘデン・トールですからね、そ,そう考えるとね、ね、うん、戦績は悪くないですよね、地面のね。はいうん で、ログラールは、うん、前走2000メートル買ってきて、うんまあ、小倉で1008買ってると。うんまあ、スプリングステークスはフリーもあったし、スローペースやったってこと考えたら別にね、うん、まあ度外視できるし、はいうん、小倉のね、この1008の,の競馬、これ、あのー、上がりめっちゃかかってますから、ちょっとこれ、この競馬、ちょっと、ちょっと、どんな流れやろ、これ。ね、ログラルちょっと見直したい。なんでこれ上がりこんなかかってるんや。 あまあそこそこのに、やっぱは結構そこそこの話ね、逃げですもん、B 県が。はい、1000m が59秒上から、まあまあだから早いペースで流れてて、ま、うんうん、まあまあだからそういうところであのハイペースを経験しているっていうのも強みになりますよね。強い勝ち方してます今見たら、かなり。これも悪くはないかな。54。まあまあ、一緒クラス勝ちやったらみんな54かなっていうふうには思いますけどもね。しいな、これ。<laughs> いや難しい、相当難しい。さっきの東京ねジャンプステークと一緒ですけど、人気見てから決めたいですね。それはめちゃくちゃ人気は大事だと思います。このレースは日曜日やからさ、土曜日の前売りがあるからいいけど、ジャンプステーク、あれ土曜日やったよ、金曜日に前売りないから、だからコンビの発表まで待ったよ、私。でもそれでものにできたから、ね。やっぱしっかりと待つことも大事やなって思いました。 いや、なかなか難しいね。いや、むずね、そこそこ買いテーマはいるんですけど、みたいな、ちょっと枠とか見ながら、天気とか見ながらですね、これも。でも楽しみですね、結構。いや、やっぱ面白いですね。目を見ると。のも相当好きなレースです。はい。以上ですね。はい。というわけで、いろいろお話いただきました。直前の見解は、概要欄にあります、無表ネットノートでお買い求めください。以上、月曜日段階でのラジオ日経賞の重賞展望でした。